今日が8月2日ですね。でこの後ちょっと歯医者があるんで、まあ、ちゃちゃっと30分だけ床剥がしやって、そんで行ってきます。どうも、姉妹です。で今回からですね、ちゃんとDIY 動画になります。ちゃんと DIY 動画ってなんだろうな、よくわかんないけど。で今回はですね、これ八丈間の押し入れになりますね。前年までかな、これをですね、押し入れそのまんま使いまして、これを2段ベッドにしてましたね。でもこれはどうなのかなという感じでしたね。まあ僕は、やっぱり前年までの構造で、ルームシェアハウスっていうのは、まあ、なかなか無理があるっていう感じでしたよね。なので、まあ、これはちょっとまずいだろうという感じでですね、この一旦ですね、なんて言うんでしょうね、比率が悪いんですよ。押し入れの床の位置がですね、これ微妙にこれ均等じゃないっていう感じなので、まあ、一応まっさらにするためにこれ全部壊してますね。一旦押し入れのこの、床っていうのかな、一応値段を打ってやる、まあ、棚を作ってやる一番長いところですね、この中段のやつも取り、動画後半ではですね、これ上のやつも取ってますね。まあ、動画の冒頭でも言った通り、ここまで高いところに物を入れるっていう理由がないですよね。でこの押し入れ自体がですね、半券あります。で半券っていうのは91センチのことですね。でさすがにその91センチもこんな高いところの物入れっていうか、押し入れの中に、まあ、奥までギュ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 詰め込んでもう入れるはいいんですけど、なんでしょうね、取り出すのがこれまたしんどいんですよね。だからなんでしょうね、オープンシェルフというか、なんて言えばいいんでしょうね、上から引き出しで、なんか引き出したらこう下にガコンって降りるような収納あるじゃないですか、レールのやつ、あれをつけない限りこれダメなんですよ。で真ん中に釣り塚が入ってるんですよね。なんでこれ釣り塚がそのレールをつける上でちょっと邪魔で、なんでしょうね、広く使えないんですよね。でやっぱり釣り塚をちょっと切ってもいいんですけど、そうするとこの材だけで、はい、アラーム鳴ったんで一旦ちょっと歯医者行くんで中断です。はい、歯医者から戻ってきたんで再開です。ちなみに外で今日布団を干してるんで、あっちのちょうどこっちの押し入れの解体まで行きたいですね。まあ行かなきゃダメだよってなので始めます。はい、まあ一応ですね、今これ動画を撮ってこれ編集してる最中、これマイクで吹き込んでるんですけど、あんまり早回しをするとですね、もうフリーズしっぱなしの画面のまんま、声だけ吹き込んでる感じなんで、まあ、どういうところなのかが分かりません。なのでですね、まあ、一応一旦見て、あ、じゃあこんな感じのところでこんなことしてんだろうなみたいな感じで喋ってます。でまだですね、解体してます。でこれ一本一本釘抜いてますね。これやんなくてもいいのかなって後々は思いました。でも一応これ床材なんですね、押し入れの今釘を抜いてる部分なんですが、でこの釘を抜いてる部分の床材もちょっとの僕の部屋で使おうかなって思うんですよ。でなかなかいい材だし、なかなかまあ使えるんですよね。それほどかみてないんですよ、押し入れで、まあ、ずっと布団があったし、でネズミの糞だらけなわけでもないし、まあまあ一応もうこうなんでしょうね、お金かけたくないんですよ、4年目だし。で自分の家のリフォームを4年もやると最初は良かったですけど、まあモチベーション萎えてくるし、まあ一番最初はですね、シェアハウスやるって意気込んでて、なんでしょう、間取りで部屋の数を増やさなくちゃいけないっていう風になんか取り憑かれたようにやってたんですけど、部屋の間取りの数を増やしたことによってこういびつな構造になりましたよね。なので、まあ、デフォルト大切にすることが一番の早いリフォームとして終わらせることもコストもかからないし、あとは、
その物件選びの時点でも慎重さを書いてましたよね。この物件を選んだ時は2020年、ちょうどコロナの第一波が来た時代で、ステイホーム宣言が出ちゃった後なんですよ。でその後はずっと大分、に行って、大分ダメで広島、岡山ダメで秋田に行って、その時7月だったんですけど、秋田県民全然マスクしてなかったんですよ。なんだこの緩さは、ということで、一応その後はもう西日本が空き家バンク内覧全部できなかったんで、ここの家を買うしかないっていう風になったという経緯があります。たびたび言ってますけどね。一応これ解体ですね、押し入れ解体して、そのまっさらな素材を出すというような感じですね。で最初から早くリフォームを終わらせたい、早くオープンさせたいっていう気持ちだけが焦って、付け焼き場に付け焼き場を重ねたリフォームをしてしまったんですね。それがそのダメージが来てますね。完璧には治らなかったですよね。で素人、DIY 素人がやる物件に関してはちょっと敷居高かったなっていう感じです。なんでかって言ったら、多分増改築結構してるんですよね。天井裏の動画があったと思うんですけど、その目覚めとお覚めっていうのがあるんですよね。で構造材を組むときになるべく受けとか鉄のね、大引き受けみたいな感じで組んだりもするんですけど、それがほぼないんですよ。材と材を純粋に組んで、その材の強さを出すために純粋に五寸、できるだけ鉄を使ってないですね、構造材を組むときに。なんでそれがやっぱり腐らせないですね。釘が錆びたらその錆が材を腐らすんですけど、それが全然ない物件なんで、なかなかいい物件だなと思いました、こじんまりとして。だからやっぱりこじんまりとしてるのはいいんですけど、171なんですよね、この物件の採寸法が。だからそれでちょっとね、天井が低いので、その分それを解消するために鴨居を結構取っ払っても良かったかなっていう後悔はありますね。はい。ちょっと足場片付けて、こっちですね、ちょっと屋根じゃなくて天井も取っていきますね。とりあえずこれ2段ベッドにしようと思うんで、2段ベッドにしようとした場合、ちょっとあれ天井低いんですよ、中途半端にね。だからとりあえず鴨居を取って、で上のなんだっけ、物置のスペースかな、田舎ならではの高い天井をなんか有効活用みたいな感じにしたんでしょうけど、あれ高くて奥行きがあるから使わねえよっていう話なんで、ちょっとこれ撤去していきます。はい。で今度はですね、もう中段がですね解体し終わったので、上段ですね。でこれの解体がですね、国技が結構入ってたりするので、国技を丁寧に取りながら解体は進めてます。でこの上段のやっぱり床材ですね、これ綺麗なんですよ。なんでまだこれも使いたかったんで、僕の部屋の床に使ってしまってますね。はい。やっぱりその建物全体としてですね、床がクソ寒いと。で床のちょっとね、高さをかなり上げるような形になっちゃったんで、高さを揃えるのにもうちょい高さを出さなくちゃいけない、いちいちもう一回高さ揃え直すっていうのはもう嫌だったんで、使えるもの、壁材とかもですね、床材として使っちゃってますね。でその際は値段の上に敷くんじゃなくて、根太の下に敷いてますね。そうすればしなったり、これ床じゃなくて壁の材なんですね。杉だから柔らかいんですよ。だからそれだと床に根太の上に打っちゃうとバキッと折れるんで、根太の下に入れることで床の高さを調整してます。なのでなかなかいい節約方法ではあるなと我ながらには思ってますね。やっぱりその高いところ、古い家ならではの何でしょうね、なんでこういう構造にしたのかが分かんないんですよ。でこの家の寸法として、この鴨居の高さが171なんですよね。で僕173で、そんなに上背のないやつなんですけど、やっぱ頭ゴツゴツ当たるんですよね、鴨居
のところで、だからあんまりね、こう頭を気にしなくちゃいけないっていう物件なんですけど、で多分前の家主の人が結構小さい小柄な人だったんですね。でそれでいて、あの製材所の創業者だから、やっぱり自分で作ったっぽいですよね。こう増改築を自分で作った臭いですね。なんで天井が低いんですよ。だからまあなー、別にここまであの体になんだろうね、合わせた作りにしねえでいいと思ったんですけどね。何がダメだったんでしょうね。でも多分あの今この部屋ですね、僕が今解体してる建物の側ですかね、はその屋根までが低いんですね。あの梁と屋根の裏でですねの距離がだいたい80センチぐらいしかないんですよ。だから多分このカモイをもう10センチ上げるとちょっと多分屋根裏入れないんでしょうね。で竣工図とかが全然なくて、売り主に言ったんですけど、なんだそれとか言われて、まあ、早く手放したいオーラ全開のあのじいさんだったから、まあ、そこまで追求はしなかったんですけど、やっぱり竣工図とかあった方がいいですね。どういうところに電線のケーブルがあるとか確かあったと思うんですよね。まあ、それがないのは痛いですけど、やっぱりこれ171に高さを揃えないとこれ屋根裏入れないんですよ。屋根裏じゃねえか、天井の裏か。なんで、まあ、ちょっとまあ結構特貫というか急ごしらえの家なんですね。まあその分いい勉強になりましたよね。はい、ですね、ちょっと構造を見てみましょうか。今もう解体しちゃった後でどうもこうもならないんですけど、これがですね、あの天井の物置のところにあったやつですね。これ寸法で全部合わせ切りしてますね。でちゃんとあの材を材で支えるようにあの設計っていうか組まれてましたね。材の強度でちゃんと、なんだろう、材の強度で重さを支えるようにちゃんとしてましたね。あ、そうだね、まだこっち取るの忘れてたね。そう、だから寸分たわいもなくね、やってましたね。で、こっちなんですけど、いやこれ、ちょっとわかりづらいけど、この2箇所の穴あるんですけど、これ五寸釘の釘の頭がね、見えなくなるまでめちゃくちゃ深くに打ってあるから、ちょっと無理なんですよね。なので、まあ、大体この木はですね、これ釣り塚で、この木はに多分釣り塚に対して斜め釘斜め打ちなんですよ。このごっつい斜め釘の斜め打ちはちょっともうどうもこうならんので、どうもこうマジでならんので、はい、あちょっとありくった跡があるな。まあ、基本的に悪い節が多い材ですね。まあやっぱりなんだろうな、隣がねもともと製材所だから、まあ、木材だったらいっぱいあるよね。なんでこれはとりあえず切って落とすしかないんで、まあ、ちょっと切りますわ。で最後はですね、これ切り落としてました。でやっぱりね、どこまで深く打つんだっていう釘いっぱいあって、もう釘注意にしちゃってるんで、まあ、刃がダメになりましたよね。これまた参りました。はい、で今回はですね、最後まであの動画1本にはすることできなかったですね。あんまり長い動画をあのタイムラプスで圧縮してもですね、あの止まるんですよ、やっぱりデスクトップとはいえ。なんでまあ今日はこんな感じで、終わります。ではでは。